こちら下に移してください。ニラともやし、今日はこちらをナムルかな、なんかそんな感じ。もやしまず茹でます。熱いです。あとちょっとニラをちょっとこの辺はちょっといきますか。この辺をってまずこちらね、ニラともやし茹でていきます。茹でて、あ、煮えてきましたね。ちょっとこれを水にさらします。水にさらして、これを今度味付けたいと思います。まずちょっとこれはここに置いておいて、ちょっと違うのを作ります。ちょっと、あ、まず火をつける前にお酢をこんだけ、まあ3倍ぐらい入れて、醤油も3倍ぐらい入れます。1、2、3、これで味見ながら砂糖のスプーンがちょっとバックしてください。カメラマン、バックカメラマン、ちょっとバック邪魔1、2、はい、ちょっと多かったかな、まあいいか。3倍、あとケチャップを入れてみます。ケチャップ、なんか今言った、カメラマン、これもちょっと3倍、2、3、多くても大丈夫ですよ。そしたらお酒を入れて、2、3、お酒入れます。あとみりんを1以上、火にかけます。で、ま、人参さんをチンしましたね。で、ピーマンと玉ねぎも今、熱いっす。あ、スプーン落ちちゃった。ピーマンも今チンしましたよ。熱いですね。ちょっと熱いですね。熱い。ちょっとこうやって持ちますか。取って。あちち。ピーマンも入れます。で、こちらとお肉入れます。お肉入れますよ。ぐずぐずいってきましたよ。あとこちら、うちはポテトフライを入れます。今揚げときましたよ、お肉と一緒に。このポテトフライがまた美味しいんですね。お肉ちょっとこれ多かったですね。これまた別で子供に食べさせます。片栗粉を1、2、3、お水、こんなもんですか。で、かき混ぜてきますね。だです、なんか1年分に作りますよ、酢豚。このポテトフライが美味しいですよ。もうちょっとアップしてください、お兄さん。いいですね。ここに水溶き片栗粉入れます。酢豚ができました。酢豚、豚じゃないですね、酢鶏でできましたよ。あとはもう一品作ります。こちら、ニラともやしと、あ、ニラともやしを茹でて、塩コショウと、まあ、ごま油入れて、これ混ぜていきます。このごま油と塩と合うんですよね。これ前、一番最初、10月ぐらいかな、そのくらい、11月か去年かな、1個あげたんですよ、娘の家で作ってあげてます。そちらも見てください。ちょっと最初の辺なので動画があんまりうまく映れてないですけどね、そっちでも作ってます。じゃあこちら、今日は酢豚ですね、酢豚と、こちらもやしとニラのナムルっていうのかな、
食べてきます。